ですね。でもだいぶコントロールできるようになりましたね。で今結構フルトーンで一生懸命浮いてるんで少しだけ加減しますね。難しいですね、それが。それが難しいですよね。そうですね。それでこれ音が飛びますよね、はい、今までの曲と例えば考えると、ね、この辺とか考えるとね、はい、ってやってたのとか、うん、ってやってたのとか、うん、そうですね。それから考えるとだんだん飛ぶようになって、ね、どん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 、うん、でソミドミレってやったのが今度ソドミソミってやりますよね、うんうん、そうですね。まずここ難しいんですよね、うん、ちょっと ね、 そうですね。ここまで決めましょう、4章です。でレラシドソってとても難しいです、うん、で最後の4小節が意外と優しいっていうか、うん、レシソミドシラシド、安心できるところです。安心できるところですね。で最後の2小節だけやりますね。そうで、ミドシラシド、難しくないんですよ、うん、その前にレシソってこう、うんうんうん、ちょっとレシソとミドはちょっと若干違いますよ ね、うん、すね。レシソ、うん、レシソミドで、うん、だからレシソのなんていうかソにちょっと乗っかって、うん、レシソミドって歌うと、うん、歌いやすいんですよ。で歌いやすくなった方が指とかいろんな問題もクリアできるのね、うん。運動補足、はいはい、うん、そうだね、最後ちょっと破裂しちゃったけど、まあでも良かったじゃないですか、はいはいはい。